この放送は、ご覧のスポンサーの提供でお送りします。はい、みなさんこんにちは。チャノワイタースの時間がやってまいりました。さっきの工事の音は、ね、鹿児島駅の工事じゃなくて隣の建物の工事。国分鹿児島中央の駅はね、広島とかね、他の主要な駅と違ってね、あの工事はやっておりませんでした。ああ、なんかね、ここだけ見たらね、人がなんかいっぱいおってからね、すごい賑やかなように見えるけど、ね、ホームに上がったら、ね、意外と大したことになってね。まあでもやっぱりね、田舎だなというような感じよね。このね、ここはね、鹿児島中央駅というところなんですよ。昔はね、確かに西鹿児島駅というような気がするね。これ違ったらごめんね。あんまりわしが喋ることはね、ええ加減なきゃね、あんまりね、真に受けててほしいんだけどね、わしの記憶が確かだったら、これ昔はね、西鹿児島駅というような気がする。これでもあれね、鹿児島駅いうのはあるけどね。まあ別にそんな話はどうでもいいんだけどね、やっぱりね、西鹿児島いう昔の言い方残してほしかったね。ディーゼル機関車がね、あの独特の大きい音はね、うん、まああの間わしがね喋っても聞こえんじゃろうけど思って、ね、まあわしの話聞いてもしょうがないじゃろうと思って、ね、黙っとんだけどね、うん、あれの電車がね一本出ていったらこうやって静かになるよね、うん、まあわしはこのうるさい音が全然うるさい思わんけどね、好きじゃけどね、わしは。
ね、こうやってね、鹿児島駅でさえね、鹿児島駅でさえ言ったら失礼なのかもわからんけど、いろんなデザインの電車があって羨ましいよね。これ今まあ、運転手さんじゃろう思うんだけどね、まあ、定期証のこれ国鉄時代の車両じゃ思うんだけどね、これなんか下関の方でも見たようなデザインだけどね。観覧車なんなんかね、もうまくわからん。なんかね、これね、シートの形も独特な感じがしてええよね、これね、こういうのね。まあ、地元の人は見飽きとんかもしれんけど、わしらからしたらね、なんかええなぁ思う。全国掲示板なんかバスみたいな感じよね。菜の花湯って書いてあるけどね、菜の花電車行くかね。ええよね、ええ味出しとるよ、ほんまに。ええ味出しとる。これがよ、まあね、何べんも同じこと言うけども、黒電車、レッドウィングじゃってみんさい、ああ、もうすぐ飽きるね。撮り鉄なんか、広島なんか来やへんの。あ、やっぱりワンマン電車って書いてあるね。2度あるね、ワンマン。それでまあ、このね、西鹿児島じゃないよ、鹿児島中央よ、在来線の他にも新幹線があるけどね、まあ、しっこってのように、まあ、新幹線の最南端の駅だね、駅は新幹線でいいやね、
まあ言うてもね、まあ新函館北斗もそうじゃったけどね、まあでもね、新函館北斗ほどじゃないけどね、そんなに結構ね お客さんおったしね、うん、新函館北斗はもう、まあ、あれ駅いるんかいで、新幹線いるんかいなんで、それとまだね札幌まで伸ばすんじゃけんね。九州新幹線でも最長で8両やね、最長いうか、まあ、8両しかないんじゃないかな、重力量こういうのじゃないかね、まあ仕事取ったらごめんねこれでまあね、長崎の方でまた9月の23日に開業するんだけど、これがねまたね新都市の方からね乗れるか思ったらね、なんやら温泉、竹温泉いうか読み方わからんのということで、あっちの方からしかやってないみたいなね、うん、新都市の方から繋がってないよね。まあ どっちにしてもいつか繋げるんじゃなくてね、ああこれはもうね間違いないと思ういつのことかしらけど、新都市まで繋げると思う。ここでまたねこうやってねトンネル出てからね、またこの西鹿児島じゃないわ鹿児島中央にまた来る、まあ、なかなかええ味よね、これもね。あちこち旅行するの好きだよね、わしらも。まあ、これでまたこれがね、あ特急列車かも、でも普通列車だね。まあ特急列車、あ貨物列車がね、ここ来る。それでまあね、いつもなら新幹線で終わるんだけど、
はい、ということで、西川この放送は、ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。